MSCS とは、マイクロソフトにより開発された、Windows のサーバー用オペレーティングシステムにて、構築する、フェールオーバー型クラスタリング技術を言う。Windows Server 2008以降では、Windows Server Failer Cluster という名称に変更されている。Windows NT 4.0 Enterprise Edition で実装された。その後 Windows 2000は Advanced Server 及び、 ダタセンターサーバーより標準実装された。Windows Server 2003では Enterprise Edition、Data Center Edition で利用できる。一般にクラスタリングサービスは別売のクラスタリング専用のソフトを必要としていたが OS にクラスタリング機能を標準的に実装していることから普及した。構成例ここでは Windows Server 2003シリーズにおける MSCS の挙動について説明する。構成図は2台のサーバー、スカジーまたはファイバーチャネルを用いた3での共有ディスクを用いた一般的なクラスタの構成を示している。2台のサーバー間に他ノードの静止確認を含むハートビート通信が行われる。この通信は本来のサービス用とは別のネットワークを用いることが推奨されている。共有ディスクには 構成情報を含むクォーラムと呼ばれる情報が置かれており、障害児はこのクォーラムへの接続を持たない、濃度のサービスを終了することで、スプリットブレインシンドロームに陥ることを防ぐ。最小構成は1台のサーバーで構成する、ローカルクォーラムクラスターだが、これは、フェールオーバーが行えず、ソフトウェアのテスト等に用いる。Windows Server 2003の MSCS より、 サーバー2台以上で共有ディスクを用いないマジョリティセットノード構成がサポートされた。これは障害で生き残ったサーバーのうち、過半数のサーバーを含むパーティションがサービスを継続する仕組みとなっている。特徴としては、過半数の判定部分からわかるように、サーバー2台で構成すると1ノードの障害で残る1、サーバーもサービス継続を行えなくなることが挙げられる。3が、 コスト的な問題等で用意できない場合や、ノードが遠隔地にあり3に接続できない場合に主に用いられる。Windows NT 4.0にて実装された時は、待機系はフェールオーバーが発生しない限り待機しか行えず、ハードウェア、ソフトウェアともにリソースに無駄が多かった。また、平常時に利用しないため、パッチ適用等の運用コストも重かった。 さらに設定が難しく、Windows NT 4.0の保守性の低さに起因する問題も多かった。Windows 2000において、双方向スタンバイとなり、平常時においてそれぞれ別の業務アプリケーションを実行させることが可能となった。一般的なクラスタの特徴だが、障害発生からその認識、フェールオーバーの完了までの間サービスは停止する。 アプリケーション側ではこのサービス提止を意識した設計と実装が必要となる。ありがとうございます。